1週間ぐらい前に YouTuber 育成ゲームっていうゲームをやって、それでランキング1位を狙ったんですよ。今回やっていくのはこの YouTuber 育成ゲームです。ということで、これで俺が全てのランキングにおいて1位になりました。クソみたいな人間がクソみたいなゲームやってクソみたいな動画作ったんですけど、一昨日送られてきた画像です。俺抜かされてるじゃん。俺1ヶ月ぐらい携帯つけっぱにして頑張ったのに1週間で抜かされちゃったよ。でもこれって放置ゲーなので、1週間でこの記録になるのは物理的にありえないと、で問いただしました。そしたら、アクションバーを下ろした時に再生回数がめっちゃ増えるバグがあると。やってみよう。再びあのクソゲーをやり込む時が来たようです。やべ、待ち受け妹なんだよね。じゃあゲームやってきます。もうすでに実践してランキングはとっくに1位になってるんですけど、アクションバーを下ろした時に再生回数が増えると。ほお、増えてる、あ、増えてる増えてる、ほら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 。まあ、本来僕の場合は1秒間に7000億回ずつ再生回数増えるはずなんですけど、見てるとアクションバーを1回上げ下げすると、ご覧の通り70兆回ぐらい再生回数が増えると。こんなんやったらそりゃ1週間で抜かせるわ。ゲーム性が崩壊しちゃってるもん。これ完全なクソゲー。2016年で一番のクソゲーに出会ったよ。とは言っても俺の再生回数 346K8283 兆、いくらアクションバーを上げ下げしてもちょっと無理な数字かな。さて、どうやってこの数字を出したでしょうか。新しいバグ技を見つけたのでやってみます。誰の役にも立たねえな。まずは携帯を機内モードにして電波を遮断します。日付を1日戻します。で、一回ゲームに戻る。そしたらもう一回設定を開く。そして日付を元に戻す。普通に日付1日進めればいいんですけど、俺は一回遅らせて元に戻す方をおすすめします。そしたらあとは同じようにアクションバーを上げ下げするだけで、見てください、とんでもない数字出るでしょう。オフラインゲームなのでね、こういうことしてもさほど問題ではないでしょう。ではですね、ヒカキンさんがレベル99になっているので100にしてみましょうか。現在ヒカキンさんの再生回数は1秒ごとに5,702,400,000,000。レベルアップ、はい、1兆1520億回。やべえな、こんなんだったら国の借金返せるな。ではヒカキンさんレベル100になったので、初期装備のメグミンさんをなんか気持ちよくレベルアップさせたい。こないだもこれは気持ちよかったな。じゃあやってみますか、レベルアップ。あれ、レベルアップに必要な再生回数 37K1970兆374億9160万8890億。なんでこんなゲームハマったんだろう。ということで、放置して時間をかけて再生回数を稼いでいくっていうクソゲーを、時間をかけずに放置せずに進めるバグ技を紹介してみました。ぜひ皆さんやってみてください。これもう何も面白くねえな。